はい、それではね、トライアルズライジングの続きをやっていこうと思います。今回はね、この、ユーロセミプロのリーグ、の、まあ、コースをね、順番にやっていこうと思うんですけども、その前にね、ちょっと、このトライアルズ大学の方ね、1個またアンロックしてたので、これを先にね、やっちゃおうかなと思います。7つ目ですね、レッスン7ということで、バニーホップ。これやってみましょう。はい、はい、いいですね。あ、でね、前回アジアンマスターズで買ったので、青色のパーカーをね、またユニクロでゲットしました。ちょっと待って、こんなんできひんって。ちょっとこんなんできひんって。無理。うん、まあ、これぐらいですよ、僕はできる先生ね。うん、バニーホップ、こう、ジャンプすること、バイクでね。うん、これがね、ま、一番最初、本当に初心者から始めたら難しいんです。飛べないんですよ。これで本当にね、苦労しました、最初。今はまだね、その昔の前作の感覚残ってるから、さっとできますけど、これ覚えるまでほんま難しかった。飛べないって、どうやって飛ぶのっていう感じでしたから、うん、で素早く重心を後ろ前ってやるんですね。後ろ前ってやるんです、うん、したらピョンってちょっとこう、バイクが浮くんでね、うん、でタイミングによってちょっと上に飛んだり、前に飛んだり、ね、いろいろです、うん。でこういう今前輪ウィリー、前輪ウィリーっていうの、うん、した状態からやるバニーホップもあったりしますけど、うん、難しいですよ、なかなかね。これこの辺になるとちょっと厳しいかもしれない、うん、あ、そうそう、後輪がね、うん、当たらないように。ちょ待ってよ、これまた難しいんちゃうか。一気に駆け抜けないと辛いかもしれないね、これね、うん、ちょっと頑張ってやってみましょう。まだ最初はね、大丈夫やと思います。お、ちょっと、ちょっと待って、これたまに出てくるんですよ。よいしょ、よし、いきますよ。はい、うお、もう2発目であかんかった。あ、うわちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。おっ、ちょっとピコってた。もう一個一個やっていきますよ、もう一度。はい、オッケー、よし。ここで D ですか。ゆっくり行った方がいいかもしれないね。うん、よし。よしよしよし、そうそうそう。はいはい。いいよ。4つね、4つね。まだまだまだいける。まだ。もう勢いで。よしよしよし。これちょっと浮かせないとダメ。うん。そうそうそう。ああ。よしよしよし。ていってて。よし。よしよし。もうちょっと。これはまあ前輪が乗れば、なんとか勢いでいけたりはします。こうやってね。ああ、遠い。これは頑張らないと。よし。いけるね。こっから頑張ったら、あ、無理だった。あー、遠いな。やでよ、慎重にやるといける、うん、できる。あ、いけましたね。意外とそこまできつくない。もっとね、きついやつありますよ、ジャンプ。よしよし、いけました、なんとか。だんだんきつくなってきたな、ね、うん、よし。じゃあこの青色のパーカーもね、僕実際に持ってます。過去に一回だけ料理配信をしたことがあって、はい、その時に来てました。よし、じゃあ、ユーロセミプロね、これやっていきましょうか。いくつあるの ?1、2、3、4、5、6、7、8、9個。うん、9個コースあって、スタジアムが1個ですね。こっちからやっていく?じゃあ。マンティスね、使えるようになりました。じゃあちょっとこれ使ってみようか。うん、まだちょっとカラーとか変えてないんで。
またちょっとデザインね、次回までに変えとこうかなと思います。お金もちょっと貯まってきて、まだ裸足ですけど。なかなか服、なんでみんなそんな服持ってんだろう。やっていきましょう。マンティスはね、操作しやすいです。ジャンプとかもやりやすい。最高速は、ライノの方が多分早いんで、そんなに、失敗した。アクロバティックなコースじゃなければライノの方がいいんですけどね。もうでも中盤以降はみんな多分このマンティスでやるコースがほとんどだと思います。はまあ自転車もありますけどね、ヘリウムっていうね。おお、そっちか、下だと思った。でおわ、あ、登れるこれ。登れんの無理だな。しまった。ちょっと待って、ちょっと待って、今失敗してる。なんか難しくなってきた。そんなでもない。よし。こうですね。はいはい。んで？これが一番でも操作はしやすいですね。慣れてるというかね。前作は、なんだったっけ、ピットバイパーかなんか、そんなやつだと言いましたけど。それに近いですかね。うん、今何メダルだった？俺見てなかった。シルバーでしたか？シルバーでしたか？まあまあいいや。じゃちょっと順番にやっていきましょう。110秒以内。すごいな。こんな鎧かぶと全身装備したいね。雪ですか。1分50。どうなってんの。まだでもミディアムですからね、言うてもね。おーっと、そういうことな、うん。で、当たって、これまた雪玉があるじゃないですか。これ乗るんちゃう？大丈夫か、うん、ここは氷？よし。うっそ。おっと、こけた。これどうすんの？上手に乗らないといけない。ちょっと待って。危ねえ危ねえ。よし、復帰。50秒間に合うんかな。どうなんだろう、うん、飛びすぎた。よし、どうなってんの。これ上に上がるんちゃうの、また、うん、前もなんかこんなコースありましたね。これは転がる、雪に追っかけられるけど大丈夫。これあんまり飛ばん、あ、そういうことか。大丈夫なこれ。あ、ゴールか、ここがゴールか。おお、じゃあ、ゴールドに届かなかったね。慎重に行き過ぎたかな。うん、まあ順番にやっていきましょう。はい、前回は基本みんなゴールドで行けたんだよね。よいしょ、まあいいや。ゴールドまではそこまでね、きつくはないんですけどね。まだ裸足。よし。はい。あ、何画面がなんかグラグラしてる。よし。うん？よし。滑る。オッケー、危な。これは？これも滑んの？あ、よっ、危ねえ。雪だるまは越える。何？なんか落ちてくる。落ちてきそう。大丈夫か？よしよし。あ、越えられない。ちょっと待って。もう。よし。で？
ちる、登る、また動く、うん、あーここまで飛べたらよかった。よいしょ、あもうゴールですね、うん、ちょタイムは大丈夫でしたけど、一応ゴールドまで行けた。よしよし、はい、バイクリフト、次じゃこの辺やっていきましょうか。プリピャチ、これあったかな、これやった気がするね、オープンベータで、あのじゃあクローズドベータかな、いつものブロンズベイビーさんですね。あ、やりましたねこれ、そうそう、クローズドベータの時にやってたかな。これ難しいんですよ最初、どんなんだったかな、この辺ね、なんていうのかな、タイム記録狙おうと思うとこれ難しかったですね結構。確かでどうだったか、下か、危なっ、で落ちる、そうまた飛ぶ、危ないかろうじて、よしで行く、これもこける、よいしょ、ここいくるっと回らないといけない、で傾く、そう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 、もうくっそ、はい、傾く、うん、よしいけるか、よし、もうちょいでウォールだった気がするんだけど、ここも落ちるん違ったっけね、よし、なんで無駄に1回転したよしよし、難しくなってきましたよよし、どんどんやっていきましょう。はい、素早い冒険、今回はちょっとシルバーが多いですね、これやりましょう。じゃあブカレストブレイクダウン、うん、ブロンズベイビーさんね、またね、よし、シルバーベイビーとゴールドベイビーもいるんだろうか、そのうちどうなんでしょう。もうコースわからへん、どんなコースか、さっきここで飛んで引っかかる、あぶな、ぶつかるやん、落ちるやん、ちょこう来て、どこ行くの、どこ行くの、もう上行ける、上行ける、ここ落ちた方がいいんちゃうか、ちょっと分からへんよこんなこと、ここ入んのか、またまた、あ前もあったな、なんかこんな、くるっと回って落ちる、ん、下か、次で、上行って、んこの辺で飛ぶんだよね、ブシュッと、で地上に出てくる、でこう、ちょーこういう設定やめてほしい気持ちよく飛んだら当たるっていう、ね、うん、3回見せちゃった、はい、一応勝ったけど、でもシルバーですね、ちょっと今回シルバー多いな。観光、次は、ギリシャグレイプスやりましょう。ミスロッカー行く、あんなベストあるんだ、パンダ。一応ね、今無地にしてますけど、ステッカーをつけることもできます、ね。あ、ちょっと待って、危な。これ、倒れる？倒れるね。うん、倒れる。よいしょ。よいしょ。はい。
よしよし。うん。いけるか。よし。あ、焦げる。ちょっと待って。これ危ないんちゃうか。いけ、いけ。いけ。これ引っかかってんだけど、引っかかってるんですけど。くそ。粘ったのにせっかく。これは割れる。タイムは望めないですね、これは。これを。危ない危ない。ん？落ちんの？え？ああ、ちょっとまだ続いてた。危な。よし、こけへんかった、でも。うん、ちょ、うわ、え、ちょっと待って、わかりにくいわ。よし。先が全然わからへん。これ、これ倒れるんでしょ。まあ、とりあえず完走しましょう。ね、まあ、ミスはまだ一回だけだから。ちょっ、ああよし、まあ、ゴールはできました。あ、でもシルバーなんだ。結構遅かった気がするけどね。はい。シルバーばっかり、今日は。騙される。45。次これね。モトラディエイター。グラディエイターみたいなことですか？これ。そういうこと？バイクの戦士みたいな。グラディエイターって書いてある。モトグラディエイターって書いてありますね。うん、よし。そういう、あ、コロッセオ的な感じですね。なんかこういう、実際に、こういうところでスタントしてるの、なんか見たことありますね、一回ね。こける。よいしょ。ね。これは傾くでしょ？うん。上行く。よし。基本ね、こう、着地、後輪から、着地を心がけてるんですけど、基本的にはね、うん、と、まあ、くるって滑ったりして、ね、前輪から行くとちょっとミスったりしますね。よいしょ。うん、大丈夫これで。で、ここは下に落ちる。また、今前輪から入ったんでちょっと滑ったでしょ、うん、で、いやちょっと待ってよ、もうえ、ちょっと、え、行けへんよ、こんなん。どうやって行くの？こっから。あ、移動すんのか。あ、よかった。あ、危ない危ない。で、これ、越えんの？うん。長いね、結構。よし。これも、動く。おっと。よし、ゴール。うん。あ、ゴールド、なんとか。ギリギリ。あと、2つですね、コースはね。アイフィー、これってさ、アンロックの、あ、レベルで決まってますね。48って書いてある。たどり着く？これ、48まで。ちょっと厳しいかもしれない。あと2つでしょ、コース。もうちょっとやらないといけないね。なんかを。よし。うわ、上か、いきなり。これ、あ、これやったかな、前。うっすら覚えてます。こうね、プシュって飛んでいくんですよ、この床が。ほら。うん、これも、後ろに今度飛ばされる、うん。で、こういう感じでいって。なっ、なっ、なっ、よし。立て直したはい、ここも飛ぶ。次どうだったっけ、こうか。あ、これ後ろに行くんだ。そうそうそう。で、こう、
校ですね。高校、こんなんもさ、初見で絶対分からへん。次どこってなるよ。飛んで、ゴール。よし。ゴールド。なんぼ。レベルは上がらなかった。よし、じゃあ、あと、次ね。これもやったんちゃうかな。どうだろう。見たことある気がする。よし。ここ結構難しかった気がするね。よいしょ。ね、こういうのとかさ、慣れてへんかったら絶対進めへんかったね。ここ。はいはい。よいしょ。あー、危ない。よし。あー。失敗した。届かないんですよ、さっきのまま行くと、うん、よし、行ったね。まあこれはなんかやったことある記憶が残ってましたね。レベル46でしょ。届かなくなってきたじゃん、普通に。よし、はい、もうコースは一応クリアしてるんで、じゃちょっとレベルをね、上げるためにこの辺のコースもう一回ちょっとやり直しておきます。はい、そしたらね、この辺のコースね、全部ゴールドにして、48レベルまで上げたので、このスタジアムの方ね、やっていこうと思います。よし、ハイランドフリングですかね、やっていきましょう。はい、4位以上ね。あ、ラインのなんだ、ここは。おすすめ。まあ、一応従っときましょうか。4以上。おぉ、まあ。大砲みたいなのあったね、今ね。どんな感じなんでしょう。ああ、川越があります。うん、最初こっから出んの、もしかして。そんな感じっぽいな。引きましょう。どんな感じでしょう。ドーン。よし、スタート。飛びすぎたかな。あ、引っかかる、危な。よし、川を越えて、うん、ここは一気に行けるかな。行け。あー、無理か。よし、今んとこ2位ですか？ 2 位ですか？よし。頑張れ、頑張れ。よし。ここは違う。そこ大砲あるけど。何あの大砲。あー、もう。ちょっと待って。これ難しいな。もうでもゴールだ。2位ですね。うん、2位でした。難しかった。おお、まあまあでも、ゴールドはいってますね。よし。あ、こんな仮面あるんだ。面白いね。よしよし。次は、準決勝ですかね。あ、レベル上がった。はい。2以上ね。今度はマンティスだね。場面場面によって、まあ、大体ライノか、マンティス、どっちかをこう使いこなしていく感じですね。コースによって。あ、またちょっと難しそうだね。先が見えなかったりするのがちょっと微妙に厄介だったりする。めっちゃ上下のなんか起伏ありましたね。また大砲からですか、もしかして。大砲からだ。引きましょう。はい、くるくるっ
っとね、よし行きましょう。ああ、ここうまくいけてなかったな。よし、いいぞ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 、うまくいけた、うん、よし。先がちょっとだけ見えるんですけど、あー追いつけ、前のやつ早いな。こけろこけろこけろ、回転してるのにめっちゃ回ってんのあいつよしよしミスったな向こうは。よしよしよし、このままこのままこのままいけ、このままいけ、このままいけ、このままいけ並んでるぞ並んでるぞ、ちょっと待って並んでる、ちょっと飛びすぎたな飛びすぎたな。よし行け、ちょっと勝ってるちょっと勝ってる、よし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 、ハブだ。早いねこの人、マーティン・モナーチ、モナーチ、うん、おー、だんだん厳しい戦いになってきました。よしで、一応決勝ですね。難しいな今回でも、ちょっと、よし、まあやっちゃいます。まあやり直しねできますから、一応これね、デュエル1位になる。あ、夜になっちゃいました。うん、で、あ、こういうところね引っかかりそう、すごく。また逮捕からですね、わかりました、行きましょう。最初はくるくるね回ります。よし、おー、ちょっと待って、あー追いつかれてる、ここいけるぞ、ちょっと早いんちゃうかこっちの方がよし、ちょっとリードしてるぞ、ちょっとリードしてる、うん、この調子で、の、もう基本でもノーミスでいかないと、ちょっとこいつ手ごわそうだね相手の人。よし、いいよいいよ、もうゴール見えてきたんちゃう、そこゴール、あ、違ったあー、どうなってんのかこうした。よし、ここ危ない、危ねえ、よし、いけた。よしよし、勝ちましたよ。うん。なんか実績がアンロックされましたね、今。お、プラチナいったな。うまいこと走れましたもんね、今ね。うん、プラチナメダルいきました。決勝も、決勝っていうか、こうでしょ？50になり、ああ、なんかねアンロックするときとしないときあるね、この最あの 4つ目のやつがね、うん、ちょっとわかんないです。今度は、リーグアンロック、アメリカントライアルズリーグという、このリーグのコースはシャリになりません、汗とほこりまみれになるでしょうが心配は無用、あなたならきっとできるはずです、ということで、ああ、ちょっとフィルターがかかってるんだな、これですね。あ、少ない、ちょっと待って、あ、少なくない、なんか4つだけじゃない、ミディアム3、4つだね、4つだね、これ58まででもレベル上げないといけないって、ちょっと過酷だねまあしょうがないな。よし、じゃあ、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、今度はちょっと戻しちゃったけど、このアメリカン、トライアルズリーグ、このコースにね、チャレンジしていこうと思いますので、またよかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。